私の住んでる愛媛県は魚が有名、刺身、寿司。マグロ系が出てくるね。普通ね。あ、それを持って。この辺。普通の。鉄板みたいな。こういうの緊張する。なんでか緊張する。ウニはもうちょっと後で食べる。ウニうまっ。これ美味しかった。美味しいね。なんでやろ、ただ結果から食べてしまう。なんか美味しいけん、パクッと入ってしまうね。何個でも入るっていうか。これが美味しかった。この人ウニとかはびっくり怖いやん。うん、うん、あー美味しい。なんとも言えないね。これ塩が入ってないやつ。そうそうそう、美味しい。うん、ウニとか絶対知らんやろ。うん、見たら怖い。なんかパパの部屋に飾るとか北海道の写真があってんのか、うん、知らん。時計台の雷くんとあの写真が色あせてきとんの。どうしようか。メンバー多く変わるね。でさ、相馬くんが好きでさ、この間手に入れたん、カナダ店で。1年前ぐらいからずっと応援しとったら、まさかママもファンやけどさ、美味しそう。これ絶対美味しい。これ見て、やばくない、この子。
見て、海鮮美味しい。これは頼んで正解、うん、やばい味な。これ醤油じゃん、醤油じゃん、塩、塩、塩、ちょっと食べて、うん、めっちゃ美味しくない、絶品やね、うん、塩がじゃりって、うん、美味しい、うん、うまっ、美味しい、これここでしか食べれん、う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 ん、これもいらんのかな、塩かかってる、うん、美味しい、うん、うん、うん、美味しい、美味しい、うん、うん、これってコーヒープロースの逆なんや、スープも美味しいやな、デザートも美味しい、うん、なんかソフトクリームとうなぎってなんか合いそうな気がする、うん、美味しい、美味しい、ここ食べんらしい、うん、分けて大きいよって、なんやろう、なんで ある日突然なんや、なんでこれとかめっちゃ分厚いやん、好きで食べよったんやけど、うん、ちょっとしたきっかけで、うん、もうこれ食べたら日本帰ってきたって味がする、うん、あ、これとかアラゴみたいな味、そう、何この香ばしい感じ、みりん醤油みたいな、あ、美味しい、これはめっちゃ美味しい、うん、なんであとはつけ麺、んつけ麺、ね、食べ行こう、なんでなんとなく、うん、美味しい、イタリアンとか、あ、そうでも、他のとこにはないけど、ハノイにはある、うん、なんとかなんもないって、そういう、ね、外国料理、うんうんうん、